F1 ライフチャンネル、てやろう太郎、ゆでんです。フェルスタッペンが称賛、ランドノリスは覚醒したのか何キャラこれもうノリノリノリスが、もう本当にノリノリノリスで今めちゃめちゃ速い。まあ、あの太郎さんがこの間ピアストリー用意してますって言った瞬間にいやこれはねもう本当にね、急にピアストリー失速したんですよ、うん、そうだからカタールまではピアストリー絶好調だったんですけど、うん、そう、もうこれピアストリーのがノリスより先に勝つんじゃねっていうぐらい、うん、もうそのね、ピアストリー株がバーンと上がっちゃってノリスがイライラしてチーム出ていくんじゃねえかぐらいのことまで言ってたんですけど、太郎さんがピアストリー派ですって言った瞬間ギューンと落ちた。太郎さんエグいでーエグいでー、これはちょっとさすがに反省するとかそういうことじゃなくて、うん、ちょっともう、うん、なんか自分が嫌にシンプルに応援してしまったから、そう、応援、本当に本当に応援しちゃいけないんだなって、本心から応援してしまった、うん、っていうぐらいいなくなっちゃったね、チームメイトはね、いなくなっちゃいましたけど、うん、なんかノリスから裏金とかもらってないですか。もらってないですでも確かに言われてみればそれまで結構ノリスノリスって言ってたんだよね、うん、何年かにわたって何年かにわたってでピアストリーが来て、あ、ピア、お、こいついいなと思ってピアストリーに乗り換えちゃったらピアストリーがドドドドしてノリスが復活っていうね、だからダメだってそういうこと言ったらまた気づいてなかった人がまた気づいちゃうからみんな気づいてますよ、とっくにとっくに気づいてますよ、うん、でまあちょっとマックス選手までがちょっとノリスを褒めてしまうっていうぐらいね、まあまあそれだけまあ余裕があるんだとは思いますけど、あ、彼らは同世代ではないんだよね。同世代じゃないですか。同世代、うん、年齢はマックスの方が上だけど、年齢もそんな変わんないんじゃないですか。じゃ あの下のカテゴリーの時も同じ土俵にいた、下のカテゴリーはしてないし、うん、あ、そうか飛び級したんだ。ユーロ F3 はでもほぼ同じなんじゃないかな、うん、あ、そうか、マックスは飛び級しちゃったんだよねまあまあでもでシミュレーターとか一緒にやってますからね、うん、なんか仲いいんだから、やっぱ多分その子供の頃からガチャガチャやってた、うん、中でこれノリスの速さはこれ本物と思っていいですか。これ偽物だったらどうなんですかなんどう偽物なんですか。どうやったら偽物なのに2位になれるんですか確かにこの間のレースもいわゆるこうマックスいってらっしゃいっていう、こう何十秒何百秒も先のゴールじゃなかったじゃないですか、はい、うん、あれは、ノリスがすごかったのか、マックスがやっぱりまあ後ろをコントロールしながら塩梅よく走ってたのか、これ実際 どっちなんですか、まあ、両方じゃないですか。両方、もうコントロールもしたけどもっといけたわけでもないと。もっといけたわけでもない、うん、ノリスは、うん、マックスが何百秒もノリスを置き去りにする、まあ、できたかもしれませんけど、うん、タイヤが怖いのでそこノリスを追う必要がない、ね、はいはいはい、あのぐらいのギャップを持っていれば、うん、まあ大丈夫かな。だからノリスは正直、うん、外から見るとすごい僅差だったし、一回こう抜きかけた、8周目に抜きかけたから、これはノリス相当来てるんじゃないかみたいな、太郎さんみたいにこう表面ふわっと見てる人は思ってるかもしれないけど、当のノリス自身が近かったけどでも全然遠いよね、勝てるチャンスとしては全然なかったよねってはっきり言ってる。マックスはそこの流す部分は流してるし、実際あえてノリスが来たと思ったらその周でいきなり 1.2 秒引き離しちゃうわけで、まあ全然マージンは持って走ってるよね、まあ、こんだけタイヤに厳しいレースだから、うん、タイヤに厳しくないレースだったらもしかしたらもうバンバン引き離しちゃうかもしれないし、うん、意外と最近ちょっとタイヤに厳しいレースが多いんで、そこは割と抑えめにやってますけど、言うでもノリス選手ももう一台は置き去りにしてきてるわけでしょ、まあ、応援されてますからねだろうと、まあ、もう一台も置き去りだし、その、あのマックスの相方も置き去りにしてるわけでしょ。まあでもチェコペレも後ろからスタートしなければ割といいとこに行ったと思うんで、今回ペースあったと思うんで、ああそういうことだね、後ろからのスタートだったから、うん、いなかったって、ね、9番からスタートしてもあそこまで追い上げてきてますからね、まあ、表彰が取れてもおかしくない、うん、まあ、だから覚醒したかしてないかって言われたら別に覚醒はしてなくてずっと速いのは速い、別にあ今日昨日今日いきなり速くなったわけじゃなくて別にあのオーストリアでアップデート入ってからずっとトップに近いところにいますから、表彰台何回も乗ってますからね、うん、ノリスは。ああそういうことね、はい、そんなこうイメージがやっぱり一時そのピアストリーにこう頭がいっちゃったからね。でもピアストリー早いねって言ってても、うん、例えば鈴鹿でも
ピアストリー予選で上に行ったけれど、うん、決勝でやっぱりノリスが前に行って2位取ってますしね。そうね、ゴールした時には前にいたもんね、はい、ちゃんとね、うん、だカタールだけじゃないですか、そういう意味ではピアストリーが頑張ったのって。たまたまでもあれもやっぱりノリスの予選が失敗してるから、うん、ああなってるだけで、だからノリスはちょっと予選があまりうまくはまってないです最近、うん、予選で失敗してることがすごく多いんで、だからカタールも予選で失敗してなければスプリントももしかしたら決勝も勝てたかもしれないっていうレースだったし、うん、まあオースティンも、うん、まあ、ちょっと、ね、いいとこにはいたけどやっぱちょっと優勝には手が届かなかったんですけど、うん、まあ、今回も予選失敗したでしょ、うん、まあ、あのコンディションがああいうコンディション、雨がわーって来てるコンディションだったから、はいはい、まあ、ピアストリはもう飛び出してるし、うん、同じようにノリスも実はあそこで失敗してるんで、うん、ちょっと予選がやっぱりちょっと、まあ、ピアストリのね、そのプレッシャー、特にやっぱ一発に関してはピアストリやっぱ強いので今、うん、決勝はタイヤマネジメントのうまさっていうのはすごくやっぱ差が出るので、うん、ピアストリはやっぱまだまだそこはノリスにかなわないっていうのははっきりあるんですけど、うん、予選一発に関してはまあほぼ同条件なんで、うん、まあ、割とここ最近負けてるっていうか、まあ、ノリスの方が自滅しちゃってる、ピアストリが速いっていうのは分かってるからちょっと頑張りすぎて一周うまくまとめらんなくてミスしてるっていうのがあるんで、うん、そこがもしノリスがちゃんとうまくはまって、うん、まあ、ポールとか、まあ、2位とか取れれば、うん、で決勝でもいいとこからスタートしていいレースすればってなると、まあ、決勝、まあ、優勝がねもしかしたら見えてくるかなと思うけど、まあ今言った通りマックスプラスレッドブルとの差はちっちゃい要因で実は絶対にひっくり返らない差だったりするので、ミスもしないしね、車も壊れないしね、なんかマックスにあったらノリスが勝てるって感じがあるけど、なんかたまにはタイヤ壊れてくれたらいいなと思うよ、もうピレリしっかりせえみたいなその時もやっぱ壊れるのはマックスのタイヤじゃないと思いますけどね。あ、そういうことね。だからそれだけ優しく走ってるし、別に何十秒引き離す必要がないんですよ、うん、何十秒引き離して勝つのと1秒引き離して勝つのと一緒だから、うん、確かに勝ちは勝ちだからね、うん、だからまあ1秒だとちょっと何かあった時に逆転されちゃうけど、うん、まあ、5秒とか7秒とかあればまあ十分なわけで、うんうん、それ以上飛ばす必要がないんですよ。だからそういう意味ではマックスは全然マージン持って走ってるんで、それはドライバーもそうだし車もそうだし、うん、ってことは車も壊れにくいですよね、うん、前回で走ってるわけじゃないんだから、ってことはタイヤも壊れにくいし、だからそういう波乱はマックスには起きないっていう、あ、っていうのが、まあ、多分すぐ後ろで走ってたノリスにはすごくよく分かってる、あ、見えちゃうんだ。あ、でもそれも余裕があるってことだね、それがちゃんと見えてる誰でも見えると思います、さすがに自分はめちゃめちゃでも必死こいて走ってたらこう、自分はめっちゃ必死で走ってるのに、うん、前の人なんかゆっくり走ってるんだけど、うん、どんどん離れてくる、涼しいオーラがね、うん、出て、でまたシューッと、まあ、見たらやっぱ分かるから、例えばコーナーでは自分は一生懸命走ってて、うん、向こうがこう近づいてくるギャップが明らかに縮まってるってことは、あ、はい、うん、あ、俺は今タイヤ使ってめっちゃプッシュしてるけど、うん、あいつはタイヤコーナーで使わずにゆっくり走ってるなと、でも一周で見るとやっぱりコンマ5秒ずつ離れてってるって、これは向こう全然まだ余裕あるし、うん、こっちがもっとペース速くなったら向こうはそのコーナーでプッシュすればペース速くなるわけだから、うん、全然向こうのがマージンあるわっていうのがノリスには多分分かってる、見えちゃうんだ、まあ、その差がちっちゃくなってることは確かなんですけど、うん、でもまあ逆転はちょっと難しいよねっていう差かなっていうとこですかね、うん、まあ、レッドブルとマクラーレンの得意なところが、うん、得意に不得意が結構似てるっていうのもあるんで、うん、あの子もちょっとね、まあマクラーレンもだっていわゆるレッドブル型なわけでしょ、うん、だからまあ似てて、そうですね、うん、もうしょうがないっていう、なんかここはマクラーレン今週はいけるぜっていうサーキットではレッドブルはさらにいけちゃうっていうのが、あ、そういうことね、本家だからね、うんうん、逆にフェラーリとかみたいにレッドブルと全く真逆の特性だったら、うん、ここはうちに合ってるサーキットだはレッドブルに合ってないサーキットだから逆転の可能性があるっていうね、はいはいはい、シンガポールとかモンツァみたいに、そういうことか、そういうことがあるんですけど、同じ方向性だと、はいはいはい、ね、うちが良ければ相手もっといいっていう形になっちゃうんで、なかなかそこはだからマクラーレンとしてはトップに立つチャンスがないっていう、常に2位にはいられても、うん、トップに立つことはない、うん、でもフェラーリは常に3位か4位だけど、うん、このサーキットではトップに立てるみたいなのがあるから、うん、まあ、シンガポールは優勝できたし、うん、そうね、現にモンツァでも優勝できたかもしれないっていうね、うん、そういうところがちょっとマクラーレンとしては今年はちょっとやりづらいというか、うん、優勝ノリスができるかっていうと、まあ、ちょっと難しいかな、なんかがレッドブルにない限り難しいかな、うん、
でここからチェコペレが復活してくるとチェコペレも前に行く可能性があるんで、あなるほど、いくらでチェコペレと言っても、まあね、チェコペレもランキング2位かかってますから、うんまあ、メキシコはちょっとあれでしたけど、ね、サンパウロの走り見る限りではちょっと復活してると思うんで、うん残り2レースでまた復活するとチェコペレとマックスがワンツーってなってくるともうマクラーレン勢としてはやっぱ優勝っていうのがちょっと見えにてこなくなっちゃ う、ね、じゃあちょっと今シーズン中の初優勝は難しいのかな。太郎さんがそう言ったら初優勝するかもしれないし、ああそうね、もう書きませんよね、うん、もうそこに夢は見ないことに、うん、しますんで、うん、まあ、でイラストリーだけ応援しといてもらえればまあもうね、うん、もう乗りかかった船なんでもうピアストリーはもう最後まで押していきますよ乗りかかった泥船泥船かわいそうピアストリーのせいじゃないよだってかわいそうだけどピアストリーのせいじゃないですよねまあまあでもノリスが元気になったことでね、もうアロンソ抜くんじゃないかと思ったけどアロンソもまたちょっと元気に、ね、取り戻しちゃったから、またこれランキング争いがまたアロンソとノリスとサインツ、うん、この3人がまたもう最後まで目が離せないっていうね状況になってますんで、皆さんぜひ皆さんは注目していただければと思います、あなたは3人のうちどのドライバーを応援しますか太郎さんは誰も応援してません、はい、ピアストリーしか応援してません、はい、ということで、うん、ピアストリー悪いけど、うん、もう太郎さんはピアストリー一本で最後まで行かせていただきます、うん、じゃあそうしとけと思った方、いいねボタンチャンネル登録、F1 Life T シャツは概要欄からよろしくお願いします。ありがとうございました。